世界のジャパンチャンネルへようこそ。動脈硬化を予防したり、脂質代謝を改善したりするなど、様々な効果があると言われている果物。健康のために毎日食べているという方もいるかもしれませんね。今回は台湾のパイナップルに関するニュースと、それに対する国内外の人々の反応についてご紹介いたします。台湾産パイナップルは最大の輸出先だった中国に害虫が検出されたとして輸入を停止されました。しかし実際には輸出されたパイナップルに問題はなく、政治的な要因が大きいと見られています。ある年の統計では、台湾から中国に輸出されたパイナップルは輸出全体の9割強に相当。さらに収穫時期の直前に急に突きつけられたため、このままでは農家が大打撃を受けると懸念されていました。そんな中、活路の一つとして期待されたのが日本への輸出です。日本への輸出量が倍になるとのニュースや、台湾国内の購入運動が SNS などを通して日本にも広まり、日本のネットユーザーが反応。日本は今まで台湾パイナップルの輸入自体が少なかったため、あまり認知されていませんでした。しかし今回のことで、台湾の金山パイナップルは甘みが強く、芯まで食べられる柔らかさといった情報が出回ったことで、純粋に食べてみたいと購入した方も多かったようです。まず楽天などネット販売分はいきなり完売となり、スーパーで取り扱うようになると、他の商品と比べ高額であるにもかかわらず即完売に。このことは台湾メディアでも取り上げられ、台湾パイナップルが売り切れている様子を写した写真などが紹介されました。東日本大震災当時の恩を忘れない日本人に対し、台湾からは感動の声が数多く寄せられていたので、その一部をご紹介します。東日本大震災の時に一度支援しただけなのに、日本の感謝は10年が経った今も続いている。台湾を日本に組み入れたい。日本は懐が深いね。彼らは一度受けた恩を絶対に忘れることがない。香港でも報じられていて、みんなめちゃくちゃ感動してる。台湾人も日本製品が大好きだよ。台湾の農家をサポートしてくれてありがとう。日本が友人で本当に良かった。感謝します。缶詰しか食べたことがないって言ってる日本人がいたよ。新鮮なパイナップルを食べたらきっと缶詰を捨てるだろうね。泣ける。隣の商品の倍の値段がするのに、日本人は台湾をサポートする目的で台湾産のパイナップルを選んでくれているんだよ。台湾にとって日本は家族だね。以上が台湾の人々の反応です。スーパーのパイナップル売り場を写した写真には値札も写っていたため、その他のパイナップルに比べて倍以上の値段の台湾産パイナップルをあえて選んで購入したことが一目瞭然。そのことがより台湾の方たちの感動を誘ったようです。そもそも台湾はほとんどのパイナップルを自国で消費しており、その中のほんの一部しか輸出に回していなかったため、量自体はどうにもならないような量ではありません。しかしそのほとんどの輸出が中国に偏っていたので、消費しきれないのではないかと懸念されたのです。そのため日本をはじめとする国々に輸出したのですが、もともとの輸出量が少なかったこともあって十分に賄うことができ、中国の思惑は見事に潰された形となりました。ちなみに果物の輸入で一番問題となるのは生産地との距離。果物は熟してから収穫したものと、青いうちに収穫し輸送しているうちに熟させたものとでは、美味しさに天と地ほどの差が出ます。台湾パイナップルは基本的に熟したものを出荷しますが、日本は距離的に見て遠くないため大きな問題はありません。また今後は海外市場で競争力を持つため、完熟パイナップルをカットし冷凍して売り出すといった工夫をするなど、付加価値を高めることでフィリピン産との違いを狙うという長期的路線も視野に入れているそうです。
肝心な日本の消費者の反応ですが、台湾産パイナップルを応援しようと初めて生のパイナップルを買ったという方も現れており、スーパーマーケット側は確かな手応えを感じているとのこと。値段はフィリピン産に比べ高いものの、それ以上に甘く食べやすい、芯まで食べられるということで売れ行きがどんどん伸びているそうです。また3月9日に開幕したフーデックスジャパン2021でも台湾産のパイナップルは人気商品で、日本のバイヤーによるとその品質は驚くほど高く、高級品として販売を検討しているとのこと。台湾人は日本人と違い、必要以上に人目を気にするような文化はなく、中国人ほど当たりが厳しくもありませんが、はっきりと自分の主張をするという側面があります。しかし50年以上も日本の教育を受けた歴史的背景があること、また日本企業との盛んな交流や日本文化の浸透も影響し、国際間の交流においては他国の事情や文化的背景の違いを考慮して行動するなど、過剰な主張をせず柔軟性のある国民性でもあるのです。学習意欲が高く勤勉で真面目な国民性、率先して他国の文化を受け入れる柔軟な体質、さらには独特な歴史的背景があったからこそ、商品の扱いについても日本人との感覚のズレが小さいのでしょう。もしかしたらこれをきっかけに応援とは関係なく台湾パイナップルの需要が増えていくようになるかもしれません。それにしても良質な商品を求める傾向の強い日本で、これほど爆発的にパイナップルが購入されたのは、台湾を助けたい、恩返しをしたいという日本人の気持ちの表れも少なからずあったのでしょう。特に東日本大震災が発生した時の台湾へのお礼、恩返しといった側面があることは、10年経った今でもと感動の声が殺到することになりました。またこのニュースには台湾以外の国からも様々なコメントが寄せられていたので、そのコメントの一部をご紹介いたします。パイナップル戦争が始まったな。朝からハッピーなニュースが聞けて嬉しい。私は台湾で生まれ育って、今は日本で暮らしている。2カ国がお互いに手を差し伸べ合う姿は見ていて本当に幸せな気持ちになる。今回もまた台湾をサポートしてくれてありがとう。台湾経済はどんどん強くなっているし、中国共産党が台湾に喧嘩を売るのも大変だね。日本は6000トンしか輸入していないから、台湾好きな日本人が買うのに全然足りてないんだね。僕たち台湾人が近隣諸国の中で日本に対して一番深い友情を感じる理由は、こういうところにあると思うんだ。お互いに助け合ってそれがうまくいってるんだよね。日本人のおかげで僕らも友好的になれるんだ。日本人は恩を忘れないし、感謝の方法を理解している。他の国の場合はどうしても損得感情などの思惑が働く。本来は台湾と日本がそうであるように、相互的な信頼と利益がないといけないんだ。日本のみんな、ありがとう。お互いに助け合うことは普遍的な価値だ。日本の優しさに涙が。コロナが収束したらまた日本に遊びに行きたい。ほらね、日本は良い顧客で、中国は悪い顧客なんだよ。中国も良い顧客だよ。独裁的な中国共産党が問題なだけで、中国が民主化されたらアメリカも敵対することはないんだよ。隣に置いてあるのはドールのパイナップルで、値段も半額なのに、それでも台湾産を選んでくれてるなんて。部分的に中国にお仕置きをした感じなのはすごく良いけど、でも結局日本人はパイナップルが好きってことなんだろうね。台湾産のパイナップルを食べたことがないなら今すぐ食べて。北アメリカ産のパイナップルと比べたら 1.5 倍甘くて、10倍滑らかで、100倍美味しいの。でも日本と台湾の友好は民間レベルで止まってるんだよな。日本政府が国として認めているのは中国の方だし。僕も台湾のパイナップルは本当に美味しいと思う。日本の友人たちよ、ありがとう。
日本のリンゴも一流だ。台湾では日本のものなら何でも大人気。日本製を持っていることを人に見せびらかすからね。地理政治学的なフードファイトだ。対日友好、さすが兄弟の国。台湾も日本も互いに対する恩を忘れないのがいいね。1個8ドルでパイナップルを買うカナダ人はいないと思うよ。今の値段でも大して売れないのに。パイナップルって収穫まで18から22ヶ月かかるんだぜ。中国の対応は逆効果だったな。台湾と日本はお互いに支え合ってるんだ。中国は逆境の中にある真実を直視した方がいい。ありがとう日本、本当に感謝してるよ。日本人は実際に行動に移して支援してくれる。感動的だ。台湾の経済は昔とは違い強くなった。中国共産党が傲慢な態度を取れば彼らには悲惨な状況が待っている。日本のネット民が台湾産パイナップルを支持するというコメントをしている。中国共産党が台湾産パイナップルを禁輸するということは台湾産パイナップルの質が良いということを証明するだけだ。中国共産党が買わないなら僕たち日本人が買うよ。すぐ買ってきて食べるんだ、だって。日本人は味の良し悪しに敏感だから台湾のパイナップルの美味しさを分かってくれてるんだよ。すぐ隣に割安なパイナップルもあるのにね。なんて感動的な光景なんだ。どんなニュースよりもこのパイナップルのニュースの方がずっと楽しい。以上が海外の人々の反応です。話の中心となる日本と台湾以外の国の人たちもこのニュースに感銘を受けたことがわかりますよね。ではこのニュースを知った日本人はどのように思ったのか、日本人の反応の一部をご紹介します。台湾パイン人気すぎてどこも売り切れで買えなかった。同感。誰だ買い占めたの。台湾産パイナップル美味しかったよ。本当に芯の部分まで食べられた。もともとパイナップルの香りが好きじゃなかったけど、あの臭みもなくて本当に美味しかった。これを機にパイナップルの需要が増えてくるかもね。元果物屋から言わせてもらうと、パイナップルだけじゃなくて台湾バナナもねっとりしててフィリピン産より高級なんだよ。美味しいものが好きな日本人はきちんと価値があるものにはきちんと対価を払います。日本への輸入量をもっと増やしてほしい。台湾の人たちは自国のパインがすごく良いものだと自信を持って良いと思います。震災のお礼っていう側面もあるだろうけど、単純に美味しいから売れたんだと思う。それにしても本当に美味しかった。今まで食べてきたパイナップルとは全然違うし、芯まで食べたのは初めてだった。台湾産パイナップルは本当に柔らかいし、甘みが程よくてとても美味しかった。今まで食べてた筋の多いパイナップルにはもう戻れないほど。甘くて果汁たっぷりで美味しかった。近所のスーパーに売ってたよ。私もちょうど台湾産パイナップルを購入したところです。なかなか売ってないから嬉しい。甘くて大好きです。まさに良品に国境なしだね。持ちつ持たれつが最高にうまくいっている国同士じゃないかな。熊本震災でも台湾からたくさんの支援をしていただきました。台湾の皆さん本当に感謝してます。台湾産パイナップルまた買いますね。きっかけはともかく本当に美味しいパイナップルでした。ごちそうさまでした。これかなり美味しかったよ。芯まで食べられるから得した気分にもなるし、以前食べたことがあるから美味しさは知ってるけどまだ入手できてない。美味しいものは高くて当たり前。これからもお互いを尊重し助け合える関係を続けていきたいものです。このニュース知って台湾パイン買おうと店に行ったんだけど、もうすでに売り切れてた。でも
他の人も同じようにみんな台湾パインを求めて買ってるんだなって思ったら、嬉しさも込み上げてきた。以上が日本人の反応です。日本では生のパイナップルはその他の果物と比べて高価ですが、味は大変人気があります。これを機にパイナップルの需要が増えることで、より安く高品質な商品が出回るようになればいいなと思いました。ちなみに沖縄産のパイナップルは驚くほど甘く、甘さと酸味のバランスが取れた台湾産のものとはまた違った美味しさです。果物の購入にパイナップルという選択肢が増えることで、国産のパイナップルにも注目が集まれば、これほど良い相乗効果はないでしょう。なお、最近よく耳にする若者の果物離れですが、確かに40代以下の果物の摂取量は散々たるもの。10年前のデータと比較してみても、果物の摂取量が増えているのは70歳以上のみで、他の世代は全て減少しています。つまり若者だけではなく、70歳以下はまんべんなく果物離れをしているのが実情なのです。台湾産パイナップルの流行により、40代以下の人がもっと果物に興味を抱き、日常的に食べるようになれば、日本の果物を取り巻く環境にも大きな変化が訪れるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。台湾の農家のピンチを日本が救ったというニュースでしたが、味が美味しくなければこれほど支持を得られなかったことでしょう。また日本では40代以下の世代の果物離れが進んでいるものの、きっかけがあれば果物を食べたいと思う人が大勢いるというのも、今回の件でお分かりいただけたのではないでしょうか。健康志向の高まりに伴い、ジムに通ったり食事に気を使ったりする人が増えていますが、健康に良いと言われている果物にももっと目を向けてみても良いかもしれませんね。皆さんが好きな果物は何ですか？また果物の美味しい食べ方やアレンジ方法はありますか？よろしければぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。